本当に今日はザク監督とお話しできるということでこんな贅沢な機会にとても楽しみに来ました、うん、こんなにファンの方と一緒に交流できる映画ファンの方と交流できる機会も本当なかなかないので、うん、今日はたくさんお話できたらなと思いいいままますすすよよろろししししくくお願いしますお願願ありがとうございます。 ザック監督の映画、本当にこうワンシーンワンシーンが絵画のように美しい映像だなって、すごく思って拝見しています、なんか今回のゾンビ映画は、本当、ゾンビトラとか集団を成してるこうゾンビとか、本当に新しいゾンビばっかりで、とても圧巻で楽しく拝見しました。 はい、実はあの今回は撮影監督キャメラマンも自分が務めているんですよね<え>、えー、なので結構チャレンジングでしたでもともと10年間あの広告系の作品の,、まああのコマーシャルとかですね監督をしていてその時は自分でキャメラマンも務めていたんですが映画を始めたらばやらせてもらえなかったんです、うんえー、この作品でやっと、まあ、それが叶って本当に楽しかったんですが、うんえー、そのカメラのオペレーションもしつつ照明も自分で作りつつ監督もしつつ<え>脚本も執筆したので <laughs> <laughs> まあ、結構やることは多かったですね。この人こそ劇団一人を名乗るべきですよね。えー、カメラも自分で担いだんですか。すごいな。